That's入るわよ。ああ、この子がチリアね。こんにちは。こんにちは、チリア。早速本題に入らせてもらうわ。無駄なことは一切しないその性格。今日は単に国王陛下のお言葉を伝えに来ただけよ。それ以外に話すことなどないわ。ヒロ男爵、戦争の後この町には破壊された建物の残骸がそのままになっていて、修復のための人員と資源が大量に必要なの。まさに猫の手でも借りたい状況よ。だから国王様はあなたに、この国の男爵としてぜひ力を貸してほしいっておっしゃってるの。い
ヒロ、実は教会の方も今教会には戦争で家を別に女神様にお祈りするためじゃないわ。帰る場所がな、教会はもう祈りを捧げる場所ではなくなってしまったわ。まるで収容所よ。なんとかしなくちゃ。とは言うものの、町の再建も急務だ。時間があったらチリアを連れて手伝いに来てね。要件は以上よ。駅の修復作業は。しまった。もうこんな時間。あ、グアナ！自分の要件。私も近頃はこの町の治安もかなり悪化して、例えば教会も最近はすごく。もしよかったらチリアに対報酬はそんなに多くはないんだけど、女神様と町の人々のための仕事だから、最近は仕事もさ、私がしてあげ、これから生活がた、もしかしたらこれは女神様が私たちにくださった再スタートのきっかけなのかもしれないわ。じゃあそろそろ私も行かなくちゃ。せめて広場だけでも整備しないとお祭りもできないものね。チリア、あなたも早くこの町の暮らしになれるのよ。はい。じゃあヒロ、待ってるからね。ヒロ、グアナさん。Thank you.
私が悪かっただから。ありがとう。
そうだ、詩人のアイビーと同じ名前。そんなの、この町に来た今は帰る家ど。ヒロさん、許してくれてありがとう。早く広場に行って。怪しい。ヒロ、王宮に何か起き、そもそも。問答無用、とにかく私、誤解があろうがなかろうが、失礼するわ。私たちさあえい、ここのと、ええ、こうやって、うん、そんなこと、あの戦争、そのあれ、何そ、明日もここのみんなに食べ物を配るな、あWe'll be right back.
どうした？こいつがぶつかってきたのよ。どいつも。おや？何よ。まあまあ、いいじゃないか。それに。ちょっと。あ、せっかく。Thank you.
ろう。またというあれ。でもいいや、どんな動物きゅうこんなん。あれ、なんでなん。ありがとうね。あのね、今日私もとりあえず、よーし。うん、それじゃあは、どうせだ、俺ならちょっと、そうさ、よし、あんたこの黄金の7万、うん、じゃあモーモーさんに聞くけど、この黄金の大根、そっか、犯人お前だ。簡単さ、この人の外見からして7万なんて大金を持ってるわけがない。そう思っただ。そう、じゃあ聞くけど、明らかに動揺して、解決した。ちょっとぼ、あ、そうだ。なんてことないさ。こんなこと、ま、へぇ、そ、さ、
さ。あなたのルーイって呼んでくれ。今日は急いでるから失礼するよ。あ、懺悔に来たのなら神父様は。正直もう。それにコアランドから戻ったらこのそういえばきっとあなたも頑固も、でも性格かといってヒロの女神様の前、もう大人なんだから褒めてくれたのは、でもそんな心ない褒めこ、you
争が終わる寸前、その中でその件に関して自分の仲間が、あなたの功績は、でも戦争では個人の成績など、何、私の仕事はこの町の治安維持、でも私の仲間は、私は手段を問わず、私が言ってる意味、とにかく私の管轄下、突っかかる、そんなことないわ。私はただあなたが英雄だなんて信じて、この世の中には嘘が充満しすぎてる。その謙虚、私は他のところに、ヒロ、もしあなたがほんアイスばかり食べているのではなくてね、グアナさん、こんねえ、唐突ね、なんとなくそうなのか、あのグアナさんってみんなから、そう、私を怖がるのは、その、そういえばち、私、あなたも私、私がここに来るたびに部下の人、グアナさんって厳しい人だ、でもなぜか、だから話をしたいだけなら、そ、正直それほど暇じゃないけど、あなたが感じているイメージは単なる思い込み、そう、私がすぐ怒るとか厳しい、違うんで、部下を叱るのは、それが私の仕事だからよ。そうな、あの、何？なんで、グアナさんは、どうしてき、もしかして、ルーマ？ルーマちゃんが、グアナさんはおでこに角が生えてる。ルーマ、覚えてなさい。あのね、チリア、私が兜を取らないのはね、自分の外見に、でも、人はやっぱり心が重要だよ。でも、
人の心はすぐには見えない。だから普段人と、そして私は、グアナさんって絶対可愛く、かん、チリア、私、あ、グアナさんって、立ち入り、そんなルールもわからない。王宮のガーデンは関係者以外立ち入り禁止。護衛隊も一体何をしているのかしら。いいこと、でももし今ここで命乞いを、
メね。待ちなさい。こういうところに来るときはちゃんとした服を着てからにしなさい。あとそれと以上よ。こんなに親切に。そうね、1ヶ月後に。それで？じゃあ、1問目。目つき、微笑み。
最後、高貴な女性が人に褒められたいならどのよう。バカ、何、どうやら礼儀というのは、例えば一つの作、世の中わかるって、こないだぶつかられてから腕が、どういう罰は、私をどこ、もし私を楽しませる、何こんなとこ、な、こんなんで騙さ、どうやらよっぽど老ふん、そんなもの、あれ、へえ、素材はそんなに良くないけど、ここにあるもの全部、そういえばさっきからあなた、これからは私ももうちょっと付き合ってもらうわ。これからはいつでもいらっしゃい。特別に私のことはソマリーナ姫と呼びなさい。それはあ、これなキラ、先手、さあヒロ反撃してきな。あなた、この前もそうだ、ひょっとして、だって昔私を教会まで、何に、やもう、どんなに時間が過ぎても、あ、昔あなた、あの時は確かって、あの頃え、もう、でも、じゃあルールは昔、もし私がつで、よし、どう、力はあなたの方が強いかもしれないけど、そんなんじゃ私はつかねえ、私してないでしょう。でもまだまだ捕まえられないみたいね。そんなんじゃ戦いの時どうす
そのきっと懺悔している顔は、あ、申し訳ござ、え、ありがとうございということで。私が郊外から戻る途中、あの蝶はただの蝶じゃないわ。このままでは
シリア、私はこれから。強靭な意志を表す赤。確かにこの絵、ヒロ、あなたが選んだ赤の目線から言うと、今日は気分がいい。あなたは私の初めての生徒よ。先生であり姫である私のことをずっと尊敬しちゃんとしてれば、これからもいろいろ教えて。あと別にその時は。この町には偶然通りかかってくれないかな。最近はもうあんなことしなくなった。それに近頃、はあ、でもこれで全部忘れられ、はあ、でも腹ペコでく、あ、そうだ、さっき会計の金額見てちょっとびっくりしちゃった。今度仕事が見つかったら、で、その時は、分かった。今日はお兄様の得意な馬術大会なのに。お兄さ、あら、お、なんでこういう、ふん、あ、大変、こんなところに平民が紛れ、
人、噂の英雄とまるで違う。あの人の服装からして全然貴族なんかに見えなかったわよ。ふん、男爵だとしてもあのダサい服装と貧相な顔、多分落ちぶれた貴族なんだわ。すごく歳をとって、欲もなく枯れ果てたおじいちゃん男爵だって思ったのよ。なんで、とにかく、だってあの人、どう見ても英雄の風格なんかこれっぽっちもないわ。最低。初めてだし、ごめんね。人に頼ってばっかりで、ヒロのこと何にも。え、ありがとう、女神様。女神様が、
家でこそこそ悪口、そんなに暇なら庭、ふん、救いようのない人間ね。私が悪口を言われてる。影では悪口で、実際会ったらしかとって。あのメイドはね、あの絵は、わざとじゃない。もしそんな理由で。本当なら、許し、ああいうのが、ああ、ヒロ、あなたも男爵なんだかわかったわね。
ろ。ヒロ、去年のお祭りは、暮らしているけれど、ヒロ、何？チリア、あなたも普段から気をつけるのよ。男爵のような人間にならないように。大丈夫で。どうかしら。人が増えてきたわね。先。はい。ヒロ、私はこの目では見たことがなくて、神父様からも、なんだか、ルーマちゃんは彼も。戦争で大切ねえ、ヒロもそんなこと、酔ってるからって手加減すると思ったら大間違い。言ったわね。どうやら威勢のいいのは口だ。3発ぐらいは耐えられると思ったんだけどね。クアナさん。ええ、これくらい。チリア、こういう男はね。行くわよ。でも、そういえばクアナさん、さっきはどうやって。男はね、あそこを蹴れば一発よ。
ヒロ、こんなに早くことが済むと、この期待に、私の進学に対する。私がやりたいと思った、私が一番欲しかったのは、コアランドに行く前は、でも今。ごめんなさい、お先に失礼。
ってもうちょっと早いやいや、それにそうだ、そんなサービス、そうというわけ、というわけで知り合いね。え、そう、どうしたの、ルーマちゃんは入らないの。だってそんなことないわ。でも銭湯には、それって私も含めて、いやいや、この前それでいじめられ、一人がもう一人、お、もしルーマえ、さあダメか。え、チリア姉ちゃん冷たいよな。僕、はあ、え、さっきからマッサージがどうだとかおばさんがいじめるとか言ってるけど、それって単に私と一緒にお風呂に入りってもうルーマちゃんだ。じゃあもう一度か、もちろん、仕事は真面目に探してるんだけど、やった、ヒロはやっぱ実験に研究修理、ごめん、
あれ、そうで、なんだ、ということはあいつも幸せだな。こんな美人のメイドさんがいるなんて。ここには君の他にもいっぱい、あの、ということは愛人、あの、そっか、こんなに可愛い愛人がうちにいるなんてね。どうやらここもわ、ヒロ、この人さっきから変なんだけど。よ、兄貴、遅くなってすまん。俺はあんたの弟のミロだよ。弟？まあいいや。それより30万を。30万？ミロさん。なんだ？ 30 万すらない。あ、もしかして俺のこと疑ってる？俺はあんたの腹違いの弟だ。いわゆる隠し子ってやつ。これを見ればわかるさ。兄貴、この剣はもともと2本積みろよ。上にある紋章、それでも信じられない。これがヒロのお父さん？これで信じ、やっぱ写真があってよかったよ。普段から備えあれば憂いなしを身をもって実行した。生まれるのが半年早ければ俺が爵位を継承してたってもんだ。それにしても兄貴はずっと親父と暮らしてきたってのに、俺、あ、このみすぼらしい様子を見、ミロさん言い過ぎで、なんか遺産でも持ってるかと思って仕方なく兄貴と呼ばせてもらったけど、まさかこんなに情けない貴族がいるとは思わなかったぜ。もし俺が爵位を継承していたら絶対あんたよりいい暮らしをしてただろうな。どうやらここにいる価値はなさそうなんで。ひど、ごめんなさい、家に入れなければ。でも外見がヒロとそっくりだったから。はあ、暑いな。毎日来てヒロ兄ちゃん、どうやら、うん、ルイ、あの、あれ、うん、や、うん、悪い、よし、あ、
すみません。お気持ちありがとうございます。は？あげてなかったらとっくに切り捨ててたところだわ。公爵閣下、私は忙しいので。
悪いようにしないって何がですか？遠慮しておきます。公爵閣下、もう桑名さん、ほっときなさい。ただの返事。あの人が言ってた。思い出すのも腹が立つ。まさかあんな奴に。でもあいつを消すわけにはいかないし。あの人に素顔を。そうよ、たくじゃあ今ダメに決まっ。そんなに怒らん。行くわよ。うん、そんなことがあったんだ。ねえ、じゃあ仕事。家に来れば、食べなくちゃ。いっぱい食べておかないと。次はいつ食べ。笑わない、はあ、でもしょうがないか。確かに。でも食べ物さえ食べられればどう。とにかく今日は私ね、どんなに美味しいものを食べても、必ず、もし一緒にいられたら、今日は何を食べよう、食べたいな。お母さんね、いつも私が食べたいも、お母さん、今、はぁ、あのね、うちは旅をしながらやっても、この町の近くまで来た時に、私ね、小さい時にお母さんと喧嘩して、家でした。そしたら、その後本当に迷子になっちゃって、運よくいい人が馬車に乗せてくれて、あの時はすっごい叱られちゃった。お母さん、泣きながら叱ってたんだけど、でも私が家を飛び出した時は、あの晩食べたお母さんの、あ、ごめん。もし仕事さえ、お金さえあれば、ふるさとに戻れる。お母さんとお父さん、そうだ、その時はヒロも絶対、なんせヒロは私が一人に、ああ。
いろいろチリア私はほんで、どうしよ、来れば。これをぜ、このこれはね、うわそうだ、本を読めば読むほど、この新刊本、それは、いえ、どっちかっていうと、イメージっていうのはね、こんな難しい話。そうだね。チリアちゃん、はっ、買ったっていうか、店長に作った、ああ、へえ、よ、ただチリアちゃんにあげる。そうな、どうした、これだ、この天使のよう来ちゃ、よりにもよってこ、そうだ、俺は今までずっこれだ、まさかチリアちゃん、直接的なのと、と、え、物事のひょ、わかった、チリアちゃん、え、俺はあらゆる面で兄貴より優れて、でもあなた、いや、ここはたまたまと、どう、愛しのチリアちゃん、だぞ、無理に、しかし君みたいな女の子はご安心くだ、thank you.
チリ、なんと、あ、本当に、うん、早く、グアナさんが兜を無防備に取ったとき、なんと、目の前に、それで、なぜかはわからないけど、トゥーマちゃん、その情報、それは教えられないな。もしグアナさんが知ったら、うん、だからその話、実は、僕もすごく心配なんだ。ずっと、グアナ、本当なら僕が一番先に。それって心配というよりは羨ましいんじゃないの？そうとも言える。ルーマちゃん、しょっちゅうそんなことを考え。大丈夫、多分グアナさんももう悩むことはないと思うよ。ん？それはね、公爵さんが覗き見禁止令を出したからなんだ。それにみんな興味ないと思うし、公爵さんにはいっぱい奥さんがいるけど、一番年上の人は公爵さんの母親でもおかしくない年齢なんだって。それに他の奥さんたちも相当ブサイクだそうだよ。それがグアナさんと。考えてみ、公爵さんが一目惚れしたグアナさんも相当あれだっていうことなんじゃないの？ルーマちゃん、でも本当だと思って言ってるんだよ。嘘をついても僕が。した俺、あからさますぎるかもしれん。男なら。チリアちゃん、ユゴ。え？君の名前、チリアは。そういえば。兄貴の名前、ヒロは、ヒロリーっていう、さ、そして俺の名前。再生と、愛。まあ、会ってほしくもないけどな。でも。俺は愛に生きる男。愛というのは、心を分かち合えるなら、命を、それこそが。それに比べてヒロの語源の再生っていう言葉は、要するに再生する前がダメダメだったってことだろ。どっちかっていうと今も全然。ミロさん、深く付き合わなくても分かることだってあるさ。男爵ならそれなりの服を着て、なのにあれなんだ、ボロ服ボロや。ベッドもわけのわからない形をしていたし。私のベッドなんですけど。あれは多分世の中で。ヒロはただそう
ういうことに興味がないだ。ああ女神様、私の父親はあれほどす全然人キリアちゃん。はい。君はきっと兄貴にいろいろわ。わかった。言わなくていい。表面上は笑っているように見えるけど。いや。あのクソ兄貴め。こんな可愛い子に。キリアちゃん。あ。いえ。俺の母親が親父に一生尽くしてきた。それと同じように、俺は全力。そっか。ちょっキリアちゃん、兄貴と離婚して、はあ、どう？ミロさん、お答えで。そうだよね。愛しい内気なミロさん。え？な、兄貴にもっとひどいことをされてるとか？どの？ヒロは私のことをすごく気にかけてく。私はまだいろいろわからないこと。でもね、ミロさんが言っているようなことは。わかった。確かにちょっと言い過ぎたかもしれん。謝る。でもチリアちゃん、本当に君に一目。言い過ぎたのも君が愛しすぎるからなんだ。今日は悪かった。俺は女神様に誓う。絶対。でも告白ミロさんって大胆な人ね。あんな風に自分それでも今町には町を行くあの辛くを我々やがて収穫どんな言葉にもか我々は全てはあなたの御心による大地の女神様本当にあり今日のフェ始まる前私ね謙虚つまり確かに暑すぎでも
シリア、あなた、私が素顔を見られたことよ。あ、それで、噂によると、私、だって、こら、まだ言うな。でもありえないような気。もう一度言うけど、私はあんな人と付き合って。ドゥーマ、今日からさもないとおじさんに言って給料を減らしてもらうわよ。グアナさん、僕にだって言論の自由はあるはずだろ。その前にあなたには名誉毀損の疑いがあるわ。とことん追求してあげてもいいのよ。ヒロ兄ちゃんに言いつけ。あの子もたまには懲らしめてあげないとダメな。ごめんなさい。私、シリアは気にしないで。うん。ドゥーマは確かでも、まだまだ子供だから、世の中のことがわからないのよね。こういう時は、はっきり叱っておかないとダメなのよ。これで彼も、少しは。うん。私、ご心配には及ばないわ。だったら、私の今までは、
そんなのあなたの勝手よ。なんで私を男の名前で呼びたがるの？そういう言ってることとやってることが違うところが大嫌いなのよ。もういいわ。今日はわ誰のせいだと思ってるの？父親であろうがなかろうが、絶対にあなたを超えてみ、それが言いたかっただ。もうやめて。あなたはもう妻を失っただけでなく、ヒロ、あなた、おや、見てて。私は、お願いし、やった。もしかしたら、でもよかった。ありがとう。この前こいつにいい情報あげて、かなり儲けさせてあげたんだ。なのに今、これを安くして400イブで売ってくれ。なんかい。そうだよ。種族外条。13年前に設立された条例で、つまりね、大事な情報を別。だから、普段30イブで売ったものを、あんたに90イブで売ったのは、合理的な金額なんだよ。というわけで、ももさんさん、それが、はぁ、ちり、400って言ったら400。そこまで言ったらあと50くらい負けてくれよ。今後も付き合い長いんだしさ。ちりや姉ちゃん。ん？それにしても400イブで買えるなんて。モモさんから何を買っ？施設の小さい女の子にあげるんだ。そうだ。ちょうどいいのを見つけたから。私たちも
うちの、やっちゃ、いっぱい、ねえねえ、うん、さっき、なんか、それ、グアナ、でも、ルイン、すご、ダメダメ、大人にな、愛しい人こん、ああニロさん、へへん、愛どうやらチリアちゃんはニロさん、愛人とか言わないでください。他の人っていうのは、あいつがほったらかしにしてる子を俺が大切にする、それだけのこと。第一、兄貴に誤解されてもどうってことはない。あいつの剣術だって親父が教えたものだ。ミロさん、ヒロはあなたが思っているような。そうか、信じられないな。チリアちゃん、もっといい子じゃない？かなりまずいんだけど、これ。ああ、それあらら、そうだったんだ。全部それはあいつが。でもヒロは世界を救った英雄なのよ。そばにいる人さえ幸せにできない人間のどこが英雄が。こんなみすぼらしい、この程度ならもういいや。そうだチリアちゃん、ちーちゃんファンクラブって知って。ったく、君のファンクラブだってのに。え、あの副会長の野郎、なんと俺の入会を断りやが。ごめんなさい、俺はあいつに言ったんだ、俺に会長をやらせろってね。だって俺と君とは恋人関係なんだから。そしたらあいつ、会長はチリアちゃんともっとすごい関係なんだぞとかなんとか。あの野郎、そのうち会長と副会長まとめて。あ、そうだ、ちょっと聞きたいんだけど。そもそもファンクラブ。なんだ、君が一番詳しいと思ってたんだけど。まあいいや、自力で探す。